こんにちは。大人の美容室プライムハーツです。今日は美容室のカラーとホームカラーの違いについてお話ししたいと思います。まず配合されているアルカリ剤の違いがあります。一般的に美容室のカラーは髪や皮膚へのダメージを抑えるために自然に蒸発するアルカリ剤をメインに配合しています。そのため匂いは強く感じますが髪に残りにくいというメリットがあります。また最近の市販のホームカラーはツンとした匂いを解消するため匂いの少ないアルカリ剤モノエタノールアミンなどのがメインで配合されています。匂いは少ないのですが髪皮膚へに残りやすくダメージにつながりやすいという特徴を持っています。以上のことが美容室のカラーとホームカラーの違いについてです。気になった方は美容室のカラーが気になった方はプライムハーツで検索、こちらでご確認ください。また LINE アットも始めましたので LINE から QR コードから読み込んでいただき髪皮膚への相談お悩みにもお答えしたいと思いますのでそちらからもお寄せください。また登録ご予約していただいたお客様には当店2大特典として当店大人気の炭酸泉スパが無料、また初来店の方は施術料が 15% オフと大変お得な特典もご用意いたしております。 YouTube を見たと必ずおっしゃってください。またスマホからご覧になっている方は今画面のこの下の説明文から登録ができるようになっております。皆様のご来店心よりお待ちしております。では